イーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。ピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。おはようございます、レンです。今日はですね、千葉県のグレンオークスカントリークラブにやってきております。もうグレンオークスカントリークラブといえばリンゴルフアレンジマッチプレー対決の会場でございます。はい、で今回はですね、私は MC で2人の選手のラウンドになります。それではね、早速呼んでいきたいと思います。どうぞ。はい、ちょっといつもの、はい、いつものやつ、ね、いつものやつどうぞ。じゃあ行きます。じゃあ藤井美里です、よろしくお願いします。イエーイ。やりたかったんですよ。またリンゴルさんにも来てできて嬉しいです。はい、じゃあリンゴルフバージョンで、お願いします。はい、そのバージョンあるんですね。みたいな。リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは、ゆきです。おー、ありがとうございます。2人は YouTube をやってるってことなのかな。はい、はい、お二人ともやってます、はい、てます、うん、ぜひね、お二人の YouTube もチェックしていただいて、今回お二人のラウンド対決動画になるんですけども、まあ、前半は緩く、まあ、こう整えていただいて、アップをしていただいて、はい、またトークを楽しみながらラウンドできればと思うんですけど、後半は賞金をかけた対決をしていただきたいと思います。はい、はい、はい、ちょっと渋滞の関係とかあって1、2飛ばしちゃったんで、3ホール目から、はい、撮影始めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ティーチングのね、あれ以来なんか実技試験2回あるんですけど、2回とも一緒だったんです。2回とも一緒だった。へぇ。で、1年、あれ2年目でしたっけ、今週。あ、そう、今週も一緒。今週も1年間一緒で、うん、だからティーチングの講習に行くとずっと美里さんと一緒にいるみたいな。あ、またみたいな。あ、また慣れてきたみたいな。いつものやつみたいな。私のギャグをすぐなんだっけ、スルスルですよ。13バージョンそれやってもらいたいですね、ちょっと後ほど。じゃあ田中先輩いきますか。これでもあのコール超えるコールぐらい、ちょっとアップなしでね、シーンとか打たれたらすごいびっくりしちゃう。でも昨日練習しましたよ。お、いや見ましたよ、インスタ。めっちゃ練習して1時間半でガチです、ちょっとやばい。お願いします。お願いします。喋ってて忘れてる。あっ、やっぱ走ってきたからね。アップが気に使えばね、走るだろ。ピンが3ヤード。
。あ、壁が。いいボールの音がしますね。持ったかな。ちょっとそうです。ギリギリそう。持ちは乗った感じ。ちょっと見えなかった。そうですね。ちょっと見てなかった。やっぱ風がね、強いんですよね。風が今日7メートルぐらい。そうなんだ。天気予報上、やっぱあれ、なんかスタートする前に風の情報とかもちゃんとチェックしてたから試合に挑めるみたいな。台風の後は強いかなと思って。ちょっとそこ、もうそこから負けちゃってるな。もう台風の後は晴れるだろうしか思ってないから。そういう感じできましたよね。あ、雨じゃないラッキーみたいなさ。ついてるなみたいな。常に後半がもう本番みたいな感じ。はい、なるほど。じゃあ前半は質問タイムですね。ジュンさんに。私に、はい、インタビューラブ。いや逆だから。入ってちゃった。視聴者の皆さん聞きたいかなって。日常明かします。日常をねバラされちゃう今日。怖いな。プライベートオープン。クランベリー&チーズクリームパン。女子的な。女子128円。なるほど。なんかね、ユニクロコーデから始まって。何そのユニクロコーデってのは、ね、私の、うん、私が赤坂で働いてるスタジオの、YouTube チャンネルを作って始めたんですけど、そこで145センチの、ミニマム女子の子、ちっちゃい子と一緒に100切りをやっていく企画と並行しながら、まあ、なんかゴルフの初心者とか、ゴルフ女子の子向けの情報発信じゃないけど、なんかそういうのをやっていきたくて、この間ユニクロで1万円でゴルフウェアを組んでみようっていう企画をやって、それがこの間アップされて、いつだ、一昨日ぐらい、一昨日ぐらいにアップしてやった動画を見てくれた。パクっちゃう？パクろう。パクろう。今度行こうじゃん。ユニクロで。ユニクロコーデ。あとは。あとはちょっと若干あれですね。1万ちょっと超えちゃったみたいな。1万、1万余裕で超えたっていう。だから俺、純ちゃんに1万円だけ渡せばいいんでしょ？あ、そうそうそう。はみ出る。はいっつって。はみ出そうだな。ユニクロ。意外と上から下まで揃えると、靴下とかも買ったし。なるほど。そう、でも私はもう動画の中で言い訳してるんですよ、ジャケットを買ったんですよ、ジャケット必要だよっていうのを話したくて、そしたら1万2000円ぐらいで、ジャケットなかったら壊なかったっていう言い訳をめちゃめちゃ動画で、ゴルフウェアじゃないところまで用意しちゃったってことですよね。先生あるあるですよね。先生あるある。2人は、はい、ティーチングプロで、はい、同期、はい、同期です。そうなんですよ、同期なんです。だけ先輩に。同期なのに。人生の先輩です。逆じゃない。絶対逆でしょ。去年とかですよね、ライセンス。そうです、今年の1月入会。今年、はい、ほやほやじゃないですか。去年、去年の12月に全部、4年、4年
そんなにかかるの？5年じゃん、これ5年だよ、5年。え、取るのに5年もかかるんですか？へぇ、大変。すごい長い。マジで？めっちゃ長い。え、コロナのせいとかじゃなくて普通に5年かかるの？ストレートで行って5年だよ。で今が4年、3年か、あ、今度3年。あ、変わるの、はい、あ、5年は長いよね。もともと9年とか10年、え、そうなの、はい、30過ぎないと取れなかったんです。そうです。が、5年前に年齢が引き下がってプロテストと同じ18歳から受けられるようになって、で期間もその前が多分7年だったのが2年短縮の5年になって、なんか3年になりました。あんまりライセンスのことがあんまりよく分かってないんだけど、 PGA のティーチングプロ、 LPGA のティーチングプロ、私たちは LPGA なんですけど、うん、講習自体は PGA さんにやっていただいて、あ、やってくれるんだ、はい、そういう意味ではどっちもですね、 PGA の講習も受けてるし、あとは LPGA の独自の講習も受けてるし、どっちもがちゃんとできないと、JLPGA の会員にはなれない。あ、じゃあ両方知れていいライセンスじゃないですか。あ、そうです、お得なの、うん、お得ですよね。ぜひ、これから目指したい女子の皆さんに3年になったってこと。3年になった、うん、え、ゴルフのレベルはどれぐらいだった、その通るんですか。関係ないです、ね、スコアでも2回ぐらいしか取んなくて、うん、最初と真ん中で2回で、うん、2日間ずつの競技だったんで、でも80打たないで取れれば全然大丈夫、大丈夫ぐらい。70台でもあれるもん、ね、そう、全然。あ、じゃあ上位とかじゃなくて、あ、そう、カットライン、カットラインスコアが決まって2日間でトータル165いかないぐらいだよね、多分3種だったと思う。あ、そのストレートで受かっちゃった、はい、受かっちゃったエリートです。エリートレッスンプロです。どこでレッスンされてるんですか。今は、基本的にはフリーで、オンライン上で自分のホームページがありまして、みさとアンダーバゴチっていうホームページなんですけ ど、 そこから Zoom のレッスンだったりとか、あとは個別にレッスンするときは、東銀座のレッツゴルフさんっていう、トラックマンが置いてあるスタジオでトラックマンを使いながらレッスンしてます。トラックマン、すごい。私は週に2回横浜にある横浜朝日ファミリーゴルフっていうところで、まあ、グループレッスンなんですけどレッスンをやってて、でそれ以外は、東京の赤坂にある G7 ゴルフスタジオっていうところで、まあ、そこはマンツーマンのインドアで、G6 クワットがあるので、クワットを使いながら、まあ、レッスンしたり、あとは、関東近郊のゴルフ場でラウンドレッスンしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでございます。はい。ぬるっとちょうどもう打てます。打てますか。じゃあ行きますか。行けますか。左のバンカーには入らない。でもね、フェアウェイまで行った。行った。今、ドバーッとにしたんですけど、ゆっくりしにすればよかったですね。なるほど。めちゃめちゃ
リアクションに困った結果の、なるほど。今日今傘持ってないからやれないんだけど、ああやると風が来るらしいんでやってみてください。スキーはプライベート多分1回か2回とかしか行かないので、うん、意外ですよね。なんかね、スイングとか見てると、はい、もうバンバン毎週行ってますけど、週2ゴルフ、あ、週2はね、はい、してないですね。1か 0.5 って感じ。1か 0.5 であんなに上手くなるらしいです、ね、全然やらない。本気でやったらめっちゃ負けそう。負けちゃう。いや危ない危ない。本気で半年間、うん、じゅんさんが練習して、うん、やったら負けそう。いや半年でプロになるみたいな、じゅんさんプロテスト受けちゃう。あ、受けちゃえばいいですね。受けちゃう。受けちゃう。大丈夫ですよ、ね、2022年そのためにいますね、ティーチングが。上手になってもらうためにいました。そうです、じゅんさんにプロテスト受けてもらうためにいますか。来ました。はい。今日そういうまだ練習しないといけなくて、ね、練習ゼロですからね。え、本当ですか。なんであんなに緊張してるの。皆さん練習ゼロでもコツだけつかめば打てるらしい。だから多分女性だしイメージがすごい、うん、なんかつきやすいんだと思う、うんうんうん、だから上手い人のを見て、うん、それで覚えられたりとか。そうだよね、まあ、動きって目でね見て覚えて、うん、イメージできればね、はい、めちゃめちゃいいから。そうですよね、がむしゃらに固めても、うん、そうね、だ男性はどっちかって言うとロジカル。うん、そうだね、うん、この時にこうなって、ここの時にこうなって、もう連続写真ね、連続写真張りにスイングのパス。ああ、でも確かにそうかも、そういうの好きだよね。うん、確かに。どっちも悪いことじゃないですけどね、うん、どっちが合うかはでも自分で、ね、見つけて練習できると効率がいい、うんうん、さて1個もボール、あ、これニトルさんのかな、もっと左、うん、こぼれたような感じかな。うん、ボールも増やしてないのね、やっぱり。ボールも増やしてない。若いとね。